宇航駅は、岐阜県養老郡養老町右航940-4にある養老鉄道養老線の駅。養老線唯一の高架駅である。短式ホーム一面一線を持ち、列車同士の行き違いができない高架駅。高架上にホームがあり、そのホームから東西に階段が降りている。階段を降りるとそこはもう外で、間に改札口などは一切ない無人駅である。 便所は、高架下にあり、男女別の推薦式。高架化は1997年10月である。当駅のオートバイ駅寄りにある、伊比川支流の牧田川及び、クイセ川の改修工事に伴い、この駅の前後の路線が高架化されたため行われた。この路線の高架化によって、美濃高田駅とオートバイ駅との間では一部路盤が移動されたため、この駅も10メートルほど北に移動した。 当駅前後はコンクリート枕木が、さらに直線区間はロングレール化されている。養老線のロングレールはこの区間のみ、高架化前の右高駅も短式ホーム一面一線の構造を持っていたが、森土上に位置する地上駅であった。短式ホームのオートバイ駅方の端には、古くからの木造でつまに出入り口のある駅舎があり、駅員も配置された。 直営駅であった。この駅の無人化は高架化と同時の1997年10月で、この駅に改札口などがないのはそのためである。養老線では1998年7月25日から、日中など一部の時間に限り自転車の車内への持ち込みが可能なサイクリング列車が運行されているが、当初はこの駅は高架駅であるためこの駅からの自転車の持ち込みができなかった。 しかしながらその後しばらくして、当駅の南側とホームを結ぶスロープが完成したため、自転車の持ち込みはこの駅からも可能になった。向こう駅の利用状況の変遷を可表に示す。当駅北東約300メートルほどの地点では、共に伊比川の支流である牧田川と栗瀬川が合流しているが、近鉄用路線も当駅のオートバイ駅寄りで最初に、牧田川、 次にクイセ川と二つの川をまとめて渡っている。このク田川橋梁ではかつて、1888年製で、元国鉄で使われていたものを近鉄が譲り受けしたという歴史あるトラス橋梁が用いられていたが、1997年の東駅付近の高架化に伴い使用されなくなり、その後はその一部が切り取られて、東駅の駅前で展示されている。なお、薪田川は、 養老町と大垣市の境でもある。周囲は田んぼの広がる田園地帯で集落が散在している。国道258号までは東駅から南東へ約3キロメートル。ありがとうございます。